ボスラジオ。はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第55回です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、前回前々回と、園田幸也君にゲストに来てもらっていろいろお話を聞いてもらって聞いています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回ですね、春日さん、かなり、はい、かなりどっぷりディープな東南アジアの話を5秒ぐらいで終わらせてしまったので、この男本当にこっちから聞かないとさらっと終わらせてそう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 クラウドファンディングしてっつってそうそう、さらっとさらっと回ったんですよ。ストライキングあってって言って終わっちゃうから聞かない、止めないこっちから聞かないからで、前回の話の中でキーワード出てきたのは、そのどういう時に幸せを感じるかっていうのをテーマに、その東南アジアを回ったっていう風なのをね、最後お話聞いて終わったんですけども、今回は、まあ、第3回はいつも、ゲストの人には、まあ、この次の5年なので、まあ、我々同級生なので、35歳どうやって迎えんねやっていうところを聞いてるんですけども、まあ、その前にね、春日さん、その写真展というか、写真旅というか、のテーマ、どういう時に幸せを感じるか、そこを掘り下げてた先に、その5年後があるんじゃないかということで、ちょっとまずはその写真展の話を、写真旅、写真、取材の旅、そういうのをちょっともう、もうちょっとだけ掘り下げつつね、行こうかと思うんですけども。そうやね。はい。そもそものその旅のテーマっていうのはどこから出てきた？もともとはその休学をしてフォトグラファーとしてやっていけるかみたいなところの中に、じゃあ将来どういうふうに自分が働いたり暮らしたりするのがいいのかなっていうところを探そうっていう1年にもしようっていう裏テーマがあって、でそこで国内と国外のその幸せの形みたいなところはどういうのがあるのかなっていうのを、まあ、作家活動としてやっていこうっていうのがで、国内の場合のところは国際平和映画祭っていう UFPFF っていうのがあって、でそれいろんな人の幸せをスケッチブックに書いてもらって映像にまとめるみたいな活動をしていて、じゃあ国内だとこういう幸せな形があると、そしたら国外の人はどういう幸せな形があるのかなっていうのを取材して回って、まあ、都会と発展途上国だとやっぱ影と光があるの でそういったところでこう農村と都会部とでどういう差があるのかなとか、年齢層に差があるのかなみたいなところをまとめて、で帰ってきて写真展にして一個の作家活動にしたいなっていう風なのを今企画として挙げて、でそれでクラウドファンディングと企業協賛と富士フィルムさんとかチェキをちょっと協賛してもらったりとかしたんですけど、なんかそういうところの活動をして、じゃ自分で得たその知識とか情報っていうのを他の人にもこう共有をしながら自分の将来を考えていこうっていう風なのを活動としてやりました。でその家庭の中で、まあ、一番やっぱ印象的だったのは、その農村の親御さん世代とかの人たちは、今がもう幸せですよって、今がもうすでに満ち足りてるんですよ、これ以上何も求めませんっていう人が多かったんですよ。で一方で都会の出稼ぎに来てる若い僕らみたいな20代30代みたいな世代の人はやっぱビジネスチャンスを狙ってきていて、自分で事業を立ち上げてお金をがっつり稼いで事業を大きくしていきたいんだって、そこの先にあるのが幸せなんだみたいなのを言う人が多くて、でそこがすごい明確に差があるなっていうふうなのが僕の中でも答えとしてあったんですね。でそれを国内の日本に帰ってきた後の写真展をして、まあ、いろんなこう人のポートレートの写真を飾りながら、まあ、付箋にその見た感想を書いてもらいながら付箋にこう貼り付けてもらうみたいな、まあ、インスタレーションっぽく演じをしたんですね。でその中でやっぱりこうトークイベントをやったりとか、まあ、将来に対してこういうふうな思いがありますみたいな人たちとのこうワークショップみたいなのをしたりとかしていて、で自分の中ではやっぱり半径2メートルの身近な人を大事にするところが一番、まあ、最初のステップだなってところがゴールとして見つかったんですね。でそれをやっていくためにじゃあどういう働き方、暮らし方がいいのかなっていうのを会社員になってから考え始めたんですけど、やっぱ単一の会社に所属しているだけだとどうしてもこう会社の利益を追求していくっていうのが会社の命題としてあるので、自分のやりたい働き方とかやりたい仕事が必ずしもできないなっていうのを入って、特に自分が入りたい部署じゃないところに所属をすることになったの
で、まあ、如実に感じたんですよね、うんうんうん、その後にじゃあ転職をするのか起業をするのかってところで、まあ、起業は一回そのフリーランスチャレンジに失敗をしているので、まあ、フリーランス会社辞めてやるのちょっと違うなっていったところで、うんうん、転職をしたからといって、じゃあその課題が解決できるかっていうと、必ずしも単一の企業に所属をしているっていう形態から抜け出せないので、うんうん、そこが解決策になるかどうかちょっと怪しいなっていうふうな答えになったんですね。で、その中でじゃあ折衷案として、じゃあ本業のベースのインカムを、まあ、守りの収益として認めるのであれば、じゃあ攻めの収益というか自分のやりたいことを仕事にしていくってところで、じゃあ個人事業を並行してやっていこうっていったところで、上司を説得をして許可をもらってやり始めて、でたまたまそれがうまく回り始めたんですよね。インバウンド観光で当時京都に引っ越しをして、うんうん、海外の人とか全国通訳関連の仕事をしながら仕事を取りながら海外の企業さんとも契約をフォトエージェントの契約を結んで仕事し始めたんですけど、でうまく回り始めて、で3年ぐらいちゃんと会社員とフリーランスを並行しながらやりつつ、あこれはいいなっていうふうに思い始めたところにコロナが来て、で2度目の失業インバウンドの市場がなくなったので、うん、なくなり、でその中でじゃあ今度テレワークが可能になったので、じゃあ無理して都会で働く必要性ないよねってところで、やっぱり都会でこうゴリゴリ働くのもまあ楽しかったんですけど、やっぱり時間的心理的にせかせかしちゃったりとか焦りがあったりとかする中で、うん、自分にとってもう少しあの田舎の暮らしも大事にしたいなっていう夫婦の理想像もあったので、うんうんうん、じゃあそういうところを体現しながら収益を別のところで作ろうかってところで、田舎と都会の2拠点生活と会社員とフリーランスの副業っていう 2つの軸を持ちながらメディアさんと一緒になって、そういう新しい、まあ、暮らし方働き方を PR していって、じゃあそこを仕事というか差別化のポイントにしていこうっていうようなところに、まあ、最終的に僕たちはそこに幸せっていう形を見つけていて、でもちろんその収益的な課題であってとか事業の組み立てとしてちょっとまだ課題があるよねってところはあるので、そこに関してはそのオンラインの SNS とか YouTube とか、そういったどこにでもいて自分たちの価値観生き方に共感をしてくださる皆さんと一緒にお仕事をしたりとか、あとはその不動産シェアハウスっていう空き家を自分たちできれいにして、まあ、その空き家課題と、あと人口流出とか人口減少っていう地域の課題に対して、うん、移住者の方に対してそういったものを貸し出すみたいなところでアプローチを生み出していって、そのオンラインとオフラインで資産性のある収益を作るみたいなところで思いとお金のバランスを取るみたいなところを今していて、で将来的な話をすると、うんうんうん、じゃあ5年後どういうところに、うん、自分たちの目標があるかっていうと、今現在こう自分たちの暮らし方、働き方は割と多様性があるなっていうふうに思っていて、うんうんうん、でそれを膨らませていくのはもちろんそうなんだけれども、そこの例えば今までだと単一の企業に所属をして、そこから抜け出すためには転職をするか起業をするか退職をするかしかなかった中で、副業っていう選択肢がどんどんメジャーになってきていて、でプラスその働き方の多様性プラス暮らし方の多様性ってところで、テレワークが今どんどん普及してきてるので、うんうんうん、ここを2つ組み合わせると多分あんまりいないのよね。東北の震災の後もこう自分の働き方を見直したくて田舎に移住しましたみたいな、仕事を辞めて移住するっていう旧世代型の移住モデルではなくて、うん、都会の仕事を持っていったまま田舎と都会の2拠点生活をしながらパイプ役になるみたいな人たちってあんまりまだいないので、 そうね、そこの働き方と暮らし方の二軸で多様性を持っている生き方どうですかみたいなところのロールモデルになりたいなっていうので今リクルートさんと一緒にやってるので、そこをもう少しこうなんか膨らませていけるといいなっていうのは5年後の目標としてはありますね。なるほど、はい、っていうのがバババッと話した内容になります。さあカートさん、どっから聞こうよ。いくつか聞きたいことがあって、どうしようか。 まずもうなんか話の本筋がいきなりずれること聞いて申し訳ないんだけど、企業協賛出て取ったの、はい、企業協賛は、まあ、でも当時学生なんで、うん、トータルで見ても30万とかそれぐらいなので、うん、決して大きな額ではないんですけど、物の協賛として富士フィルムさんが、チェキっていうインスタントカメラを協賛してくださったりとか、
や、印刷会社の。ルート。どういうルート で富士フィルムにアクセスしたのかなと思って。あ、ルートですか。ルートは、例えば、コネをこねくりましたっていうのは。なるほどね。あのまあ、当時 その東京スカイツリーの、うん、あのまあ、いわゆるエリアマネージャーみたいな人が、うん、に紹介してもらったりとか、うん、あとは写真展にその前の段階で出品をしていて、そこで知り合った印刷会社の社長さんに頼み込んだりとか、そういうコネをコネコネして、はい、いやそっかそっか。このラジオって、まあ、前からっていうか、まあ、冒頭でも言ってますけど、うん、高校生とかあるいは大学生とかに聞いても欲しいなっていう気持ちもあって、何かやりたときに、まあ、クラウドファンディングってまあ今っぽいやり方であるけど、そういうまあ企業協賛を取るっていうのも一つ取っても、多分取り方が分かんなかったりとか、うん、結構する人がいるのかなと思って、うん、そういう質問させてもらって、うん、で関連してさ、あの副業ダメな会社に交渉したっていう話もすごく気になって、それ実はめっちゃ気になるよ。どうやって上司丸め込んだん？まあ、トップ営業をやっぱするんですよ。あ、まあやっぱり、直属の上司、課長とかレベルだと、うん、課長が部長に持っていって部長が社長に持っていかないといけないので、うん、消えるんですよ、やっぱり。検討しときますっていうので時間が経ってしまうので、うん、なのでその所属が、じゃあ君は関西所属ねって出たタイミングで、うん、その日の夕方にその人事権を持っている、まあ普通の会社と社長さんに、まあ、直、うん、直電をして時間取ってくださいっていう、これから行っていいですかみたいなお電話をして時間を取ってもらって、うん、で資料はもともとも作ってあったのが、自分はこういう活動をしていて、こういうことを今後していきたいですみたいな資料を用意してたので、それを印刷して持って行って、でそこがファースト最初の接触のところ でそこからやっぱり、まあ、なかなかイエスがもらえなかったので、この人事課長を味方にしたりとか、他の役員の人で議会から人を味方にしていって、で、まあ、多方面からこう説得を試みて、最終的には渋々OKをもらったっていう、うん。やっぱその中で応援してくれる人もいた？もちろん。やっぱりその組織もやっぱ一枚岩ではないので、やっぱどんどんこう変えていくべきだよね、うん、派の人たちを味方につけながら、うまくこう攻め落としていくっていうのが。いや、いいよね。そういう話ってすごく聞きたかった。ファーストから結局 OK 出るまでどんぐらいかかったのそれ？6ヶ月ぐらいかかる。うわ、6ヶ月。すげえ。いや、いいね。まあ、それぐらいの思いがね、あったってことだもんね。うん。でも、よかったですよ、本当に。その話は、でも、多分、すごく、なんだろう、聞いてる人の中でも勇気づけられる人がいるんじゃないかなと思って。そう、みんな諦めちゃうから、やっぱり。そうそうそう、結構、就業規則に原則禁止って書いてあると、みんな諦めちゃうんですけど、うん、原則禁止ってことは許可をもらえば OK だよねっていうのが。そう。原則は例外。原則だからね。うん、例外があるから、そういう結果で。そうなんです。いや、すげえな。そこもやっぱポイントがあって、結局、パイロット生に なれるかなれないかが一番のところ。いじんやりこう制度化するのは難しいので、うんうん、で、本当にこう、成功法でやろうと思ってば倫理を下から上げて上にこう乗せないといけないんだけど、うんうん、それはもう無理なので日本の企業だと、うんうん、でも特例として扱ってくださいっていうので、会社へのメリットとか、まあ、何かあったら責任は持ちますよみたいなところで最低限のメリット提示をしつつやっていくっていうふうにやらないと、うんうん、今だったら結構大きな企業さんとか副業権とか説得しやすいと思うんだけど、うんうん、いや、素晴らしい行動力、本当に、ね。そうなんですよ。さらっと喋るんですけど、ものすごいその裏には血と涙の努力があるっていうのがあって、で、おそらくあるんだけど、さらっと言っちゃうから分かんないんだけど、その源泉ってどこになるんかな、その行動力の源泉っていうのは。行動力、僕ネガティブですごい、将来への恐怖感とか危機感が原動力になるタイプなんだけど、なんかそのもしこれを今やらなかった時に得られない将来っていうのを考えると、例えばその新卒1年目で副業交渉して副業ができなかったとしたら、じゃ今のこの一つの仕事に縛られ続けて自分のキャリアを開拓できないなっていう恐怖感がすごくあって、というのも気象予報士の仕事って潰しが効きづらいんですよ。他のじゃあ会社とか業界に行って気象予報士の資格持ってますっていうふうに言っても、
じゃあどういうふうにうちの会社の利益になるんですかってやった時に説明がしづらいんですね、すごい。うん、なのでそういうのもあった時に、じゃあ今の会社のこの部署ではキャリアが積めませんってなった時のバックアッププランとして、じゃあ副業で写真とかウェブのデザインとかやっていれば、そっちのキャリアがもう一つの自分のスキルとか実績になってくるので、そっちの方でなんか組み合わせながら独自化をしていこうっていう風なのを当時は僕は思ってたんですけど、でその後に、どこだっけな、リクルートのなんか 3つ100分の1になったら希少価値出るよねみたいな話があると思うんですけど、そういう話も出始めて、あ、まさにその通りだなっていうので、自分の方向性は間違ってないなっていうような確信に変わったりとかっていうのがあって、なので原体験としては恐怖感とか危機感とかそういうところですね。なるほどね。いや、でそのちょうど今言ってくれたその 3つのことでやっていけば、まあそのなんだろう、まあ、独自性のある人間になれるっていうふうなことを言ってる藤原さんとかの近い人で、アタカカツトさんっていう人、うんうん、知ってる？アタカカツトさん、アタカさんってヤフーの役員されてる人で、うん、風の谷を作るみたいな、うん、風の谷を作るっていうワード聞いたことない？あ、ごめん、俺完全に聞くに徹しようと思う。え、ないから聞いとく。ん、なんて知らないから聞いときます。あ、風の谷を作るっていうのはその、うん、ヤフーの、この人なんだっけな、 CSOヤフーで役員されてる、で慶応義塾大学で教授されてるアタカカズトさんっていう人がやってるんだけど、まあ今この話の話題になって、その田舎というか地方というか、そういうところに今目を向けてる取り組みなんだけど、今の日本ってこうどうしても都市集中型の生活になってって、このままの流れが続くと、まあ、俺すごく SF が好きなんだけど、ブレードランナー的な世界観になっちゃうんじゃないかと。都市に集中して、まあ、そこでしか人間が生きられないような、ある種のディストピア的なことが起きるじゃないかって、それに対するまあ選択肢というか、オルタナティブ的な考え方で、その日本に、まあ、今空き家問題とか、その過疎化の問題とか、いろんな社会問題があるから、そこにそれこそ都会の仕事をそのまま持っていきつつ、生活、自分 のリアルの生活は田舎の生活でっていう風な、まあ、すごいざっくり言うとそういう風な取り組みを結構大きな規模でされてる先生というか、企業の方というか政府の人というか、それがアタカカズトさんっていう人で、多分風の谷を作るっていうのをキーワードに調べてもらえば、いろんな、今僕が言ったのはすっごいざっくりした話でもうちょっと詳しいことがいろいろ載ってるとは思うんですけど、なんか僕はそういうふうな考え方っていうのは、まあ、すごい好きだし、まあ、いい取り組みって一言で言っちゃうとなんかすごい安っぽいんだけど、うん、僕の価値観というか自分自身にもそうフィットするような取り組みでいいなっていうふうな思ってて、でそれをまあもともと思ってたのが今日ユキヤの話の中で出てきたもんで、ああすげえな、面白いなっていうのは思ってて、うん、今多分2人は調べながら見てるのかどうか分かんないんだけど調べてます、うん、なるほどね。そう、なんかすごい言ってることがなんか、あ、これと近いんじゃねって思いながらね、僕は話を聞いてたんですよ。なるほど、うん、俺は全然違う立場で話をしてしまうと、さっきのユキヤの、ネガティブだから行動力があるっていうところよね。うん、行動力がある人ってなんか元気で、これやったらできるっていうので動く人っていうのがなんか一般的なイメージかもしれないんだけど、うん、そうじゃないっていうところ、うん。これって結構それにこう背中を押される人っているんじゃないかなっていうふうに、すごいネガティブがネガティブでできなかったらどうしようっていうので、なんだろう、あとうちのラジオの出てくる人だと怒りだよね。俺もそうだけど、そう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 、なんていうかね、こうイメージなんだけど、行動力のイメージ、動物で言うとやれるからやろうはチーターとかライオンが獲物を追っかけて走るんだけど、ユキヤの行動力っていうのはこのまま座ってたら食われるっていうシマウマみたいな。そう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 、まさにまさに。
モチベーションの源泉がネガティブなんだよね、やっぱりね。うん、今のこの場から逃げたいみたいな。うん、でも多分根底は一緒なんよね。より良いものがあるっていうところに希望を持っていくのか、もっともっとよくできるところに行かなければいけないっていう方で動くのかっていう単純なマインドの違いであって、やってることほとんど全く一緒って。で、ネガティブな人ってそのままネガティブなまま沈んでいっちゃうんだけど、非常にシマウマ的なので、そのまま行くとポジティブなライオンに食われてしまうから走るんだろうね、うん、きっと。うん、いや、まさにまさに。うん、なんかすごいどこから来るんだろうっていうのはすごい興味があったよ。やってることがすごく、うん、言ったら周りがやってないことをこうどんどん手を出してる人っていうふうに見てるから、同世代の中でね。うん、なんか今はすごくしっくり腑に落ちたなっていう。逆になんかすごいみんなそういう普通の働き方というか、なんて言うんだろう、家と会社との往復で一つの仕事を、目の前の仕事をすごい一生懸命にやるっていう人はすごい尊敬をしていて、なんかその、うん、僕は結構それが、いや、なんでこれやらないといけないんだろうっていうふうな疑問を持ってしまって、そこに対する疑問がすごいこびりついちゃうタイプなので、うん、そこを別にそうじゃなくてもいいんじゃないかっていうようなところは、うん、まあ、海外の企業さんとか海外の人とお仕事するなんてすごい如実に強まって、いて、まあ、海外のそういう人と仕事をすると、なんか半分はニューヨークでライターをニューヨークタイムズのライターしてて、半分はなんかアルゼンチンの旦那さん建築家でその仕事を手伝ってるみたいな働き方をしてたりとか、なんかその有名な大学のキャリアデザインをしていて、半1年に1回は1ヶ月休みがありますとか、なんかそういう人たちが当たり前のように日本に来ていて、そういう生活をしている人たちが海外にいるのに、なんで日本の人はそういう働き方をしないできないのかなっていうようなところをすごい疑問に思うタイミングがあって、それもっと日本でもやった方がいいんじゃないかっていうのもあったりとかしていて、なのでなんか逆に言うと、それを知らずに目の前の仕事に一生懸命できる人はそれはそれで才能がある幸せだと思うんだけど、なんかそこの選択肢と自分がそれを選ぶのか選ばないのか、 どっちを選びたいのかみたいな話が多分これからの幸福度の関係にもすごい関わってくるなっていう感じていて、そこは結構自分の中で一個テーマ的に持ってたりとかするところです。そうだよね、良し悪しじゃなくて、うん、どっちがいいかっていうだけの話だもんね。うん、その本人にとってどっちが最適なのかっていう。そう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 。そんな中、5年、そろそろいい時間になってきてるんですけど、5年後の展望っていうところで、今幸せで新しい方にっていう話をしたけど、直近足元は新しくその不動産事業とかも始めていて、うん、今時点なんかこういうことやってみたいなって、具体的にこうアンテナを張ってるところとかってあるんですか？キャリアをなんか伝えていくっていうような話とかもいろいろ出てきたりしたんだけど。うん、今はその二軸でやっていて、会社員とフリーランスの副業と、うんうん、都会と田舎の2拠点のところで、うん、リクルートさんとかと組みながら、いろんなメディアさんに発信を手伝ってもらっているところなので、それは継続したいなっていうのが一つ。で、もう一つは、うん、そこの自分の思いとお金のバランスをどうやって取っていくかっていうところで、今会社員とフリーランスやってるんですけど、やっぱそこはスポットの収入なので、1回やっていくらとか、1月やっていくらみたいな形なので、うん、そこを脱出したいなと思っていて、なのでオンラインのコンテンツ作りとオフラインの不動産を新しいものを買っていって自分で直して貸し出すみたいなところの二軸でやっていきたいなっていうのが直近の目標ですね。で、5年後は、まあ、できれば自分の会社の方に、まあ、所属、外の会社に今所属してるんですけど、まあ、自分の会社のも持ってるので、そっちの方に席を移して自分の会社と、まあ、個人の事業とで移しながらちょっと比重を変えていきたいなっていう風なのがありますね。実際そのどれかに一本化するっていう選択肢って今後生まれてくるのかな、この。一本化は多分ないかな。そのステージによって比重が変わることは多分あると思うんだけど、うん、事業は並行して持ちながら、うん、そのステージステージで伸びていきそうなところに自分の時間とお金を入れていくような形になると思うから、そこでこう、もちろんその今回みたいなインバウンドがなくなって強制的に終了みたいなのがあったりとかするかもしれないけれど、できるだけこう、まあ、ピボットしつついろんな事業を持ちながら自分の中で心地よい関係性を作っていって、そこだけで思いとお金と循環するような、まあ、経済圏みたいな話になってくるんだけど、そうなってくると、うん、を作っていけたらなとは思ってる。うん、
なるほどね。ポイントはすべて思いとお金、幸せになるために思いとお金をどう使うかっていうのが、ゆきが出してる人生設計の一つのフレームワークっていうか、うんうん、形になるんだよね。そのため、うん、そのための手段として会社員があったり、フリーランスがあったり、SNS があったり、不動産があったりするから、そこの目的にたどり着くためのツールは何でもいいかなと思っていて、でそこの時代自体、多分最適なツールがあるので、それを使いながら、うまくこう、近づいていきたいなっていうのが5年後の目標だね。柔軟にいろいろ動かせてるっていうところの原点は、多分そのフレームがしっかりしてるからできるんだろうね、きっと。こう何か会社に入るっていうことが人生の目的でもないし、この仕事に就くっていうのが人生の目的じゃない。そこはあくまで自分の考える幸せの構築の仕方の中の手段っていうふうにの一つでしかないっていうところがしっかりあるから、そう、きっとそうなってくるんだろうね。強く感じ、うん、今の話聞いてすごく感じたところ、うんうんうん、目的と手段としっかりと分けて、うん、ちゃんと住み分けというか、こう自分の中でこう箱にしっかりと整理されてる感じが今の話からすごく伝わってきたかな。こういうマインドがもっと広がってくればいいなって、そうだね、感じながら思うね、うん、本当に学生さんと話してて本当にそう思う。就職活動でいい会社に入るっていうところまでなの。うんうん、そこがすごく、そこじゃねえんだよなっていうのはね、結構そこはあくまでで、みんな最初に志望する会社とか業界決めちゃうんだけど、そんなの最後でいいからっていうんだけど、なかなか伝わらないっていうのがあって、最後でいいでしょっていう、自分の人生やるときにどういうふうな方法を取るかっていうだけなんだけど、ね、そこは今非常に今日喋ってすっきりしたなっていうのはありますね、うん、本当に考えたと。そうですね。あと個人的になんか大事だなって感じてるのが、その分人っていう、分ける人って書いて分人っていう考え方があって、ヒロノさんっていう小説を書いてる方とかが言ってるのは、その個別個別で人格を分けて、例えば会社員の自分とか個人事業主の自分とかっていうのを、それぞれ心の中でこううまく分けて切り替えができるといいよねっていう話があって、それがすごい、新卒の時に読んで腑に落ちて、個人の自分と会社員の自分を分けていいんだっていうのが考えられるようになったのが、すごい自分の中で楽になったのがあるので、なんかそういうこう個人と法人ってすごい似ていて、別人格とかってよく言うんですけど、法人は事業いっぱい持ってるじゃないですか、うん、普通に、うんうん、なのでそういうのも自分の中で、自分を法人として人格として見た時に、いろんな自分がいていいんだなっていう風なのを、なんかその読書をする中ですごいそういうのが身についてきたので、まあ、学生時代はまあ本を僕も読まなかったんですけど、本たくさん読んで、そういうなんか見識というか考え方とか取り入れ方は入れていくといいなっていう思います。はい、ありがとうございます。すごく今日のこの回っていうのは、だいぶ大学生新社会人に向けてはかなりメッセージ性の強いものになったんじゃないかなっていうふうにね、笠さん、すごくなんだろう、貴重な音源に、まあユキはいろんなメディアにも取り上げられたりとかして、いろんなところで発信されてるんで、その中で被ってる内容とかもあるかもしれないけど、生、うん、い立ち過去のねところから含めて、これだけ聞いたがゆえにより理解が深まるっていう意味では、うん、非常に有意義な本当に時間だったなっていうふうに、勉強させられたなっていうのを感じてるね。本当にありがとうございました。こちらもそうです、いい機会を本当に、結構久しぶりに喋るんで、どんなことしてるんだろう。常々そういう風に動いてる人なので、何、うん、あえて声かすると、シマウマさんで逃げてる人なので、いろんなところにいる人だから、何してるのかっていうのは気になってたんだけど、やっぱ改めて聞いて、すごくやっぱ勉強というか発見があったなっていうところですね、本当に。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。近々ね、もうちょっとコロナが落ち着いたら日本にも帰ってきたんで、また京都なのかどっかなんかで飯食いたいですね。あ、ぜひぜひ、ぜひぜひ。うん。いつもこの話で終わるんだけど、このラジオ。はい。じゃあ、今日のエンボスラジオはこの辺りでお別れしたいと思います。エンボスラジオではこの後も、まあ、同様にですね、いろんな方をゲストに招いて、まあ、その人の職業観だったりとか、まあ、そこに至る道のりだったりとか、筑波大学という一つのハブをキーワードにね、まあ、ハブとそれをキーワードにして、その人の、まあ、人生だったりとか、細かいところを掘り下げつつ、いろんな話を聞いていきたいと思っていますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。はい、ということで、
第55回のインボスラジオはこのあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。インボスラジオ。